ポケットモンスターレッツゴー幕張メッセ後半戦行くぞー。昼休憩を取って元気いっぱいになりました。私美味しかったー、長崎ちゃんぽんを食べてきました。というわけでですね、現在私は小田急京王長山駅におります。ここから東村山市まで入るのが、目標となっております。ゲームの方はもうトキアシティ目前なので、ほぼ間違いなく目標を達成できるんじゃないかというところで、あとは現実との勝負です。約15キロから20キロぐらいあると思いますが、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。後半戦の目標を決めようってことですね。建設的なピカチュウですね。ありがとうございます。今日の目標をニドランを捕まえるにしたいと思います。ベストはニドラン。いやもう、いやベストというかもうニドランは絶対捕まえましょう。ニドラン捕まえます。もう最悪モンスターボールなくなったらもう手づかみで捕まえましょう。頑張って、はい、よろしくお願いします。なので、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。ピカチュウさんも心なしか休憩を挟んで元気でした。はい、というわけでですね、前半戦終了間際はちょっと頭がぼーっとしていたんですが、もうめちゃくちゃ回復したので元気よく行きましょう。まずは府中市に入ります。いやー超うまかったな長崎ちゃんぽん。空腹は最高のソースって言うけど間違いじゃないよな。でもあれスープまで飲もうかと思ったけど、スープ飲んだら多分死ぬだろうなと思ってやめましたね。自分の首を絞めることになると思って。堀田川標識で出てたやつですね。堀田川沿いをひたすら右に行くと多分多摩川が見えてくるはず。さあ再びみんな大好き鎌倉街道に来ました。18番道路ですね。鎌倉街道最高。おー、やや北東側なんだ。あ、でもそっか、こう曲がるから北か。コンパスってすごいな。そう考えるとなんかもうバッテリーとか気にしなくていいんだもんな。前半お世話になりました本当に。いいですね、歩きやすい道だここは。な、本当に過去歩いたことがあるから安心して歩けるわ。まあでもここより先府中の方はねほぼ歩いたことないんで怖い。合ってるのかな。あ、でも地図アプリ見りゃいいんだ。合ってるのかなはもう卒業したんだ俺は。もうなぜならタウンマップがあるから。もう前半に比べてな、外で独り言を言う恥じらいとかがもうなくなったからな。さっきからこのずーっと道に生えてるこの小学生の時に中の蜜を吸うっていうのが、一部年齢の人は多分流行ったであろう。この花の名前なんて言うんだろうな。あ、これツツジって言うんですね。あれだ、ルビサファの一番最初のジムリーダーだ。なんであの遊び流行ったんだろうな。飴とか舐めればいいのに。でもあれか、通学路という何もない中で甘みを味わうにあれしかなかったのか。飴の方が1000倍甘いのにな。ショップ店員に話しかけましたということなので、ちょっと待ってくださいね。もしもし、じゃあ今お買い物ができる状態ってことですかね。所持金は今3000円でしたっけ。あ、そっか、ライバルに勝ったからだ。モンスターボールをで、ようやくポケモンがゲットできるようになったので、はい、では失礼します。モンスターボールをゲットしたので、とうとうポケモンをゲットできます。やった、ニドランが二度蹴り覚えてくれないと何もできないので、確かね12レベルになると二度蹴りを使えるようになるかなと思います。ニドラン捕まえた時のニックネームとか募集しておきたいけど、まだ見ぬニドランのニックネームを募集します。でもどうしよう、これでニドラン捕まえられなくてボールなくなったら。お、とうとう橋が見えてきましたね。ちょっと待って、ちゃんと道見よう。今いるのがここにいますね。で、ここの多摩川を渡ります。で、そのままずいっと太い道路で国分寺市まで入って、まあなんか適当にこうやって行って、そしたら東村山に入れますと。そういう感じで行きます。ここの橋はめちゃくちゃ大きい橋な気がする。これ渡れば多分府中だよな。ピカチュウ府中だって。似てるね。なんて読むんだあれ。向かいの丘大橋。さあとうとう本日二つ目の町へ、府中市に入れるんじゃないでしょうか。入れるんだよなきっと。またあれだ、緩やかな上り坂だ。俺たちがとても嫌いなもの、緩やかな上り坂。今度からプロフィール欄に書こうかな。好きなもの、ラーメン、寿司。嫌いなもの、緩やかな上り坂。なんか府中って見えてこないね。あれ俺道間違えたもんな。地図アプリを使ったのに。あれ、おお、やばいなこれ。お、道間違えたかもしれないな。あれ、下がほぼ逆向きになってる。
俺やっちまったか。いや、まだわからん、まだわからん。ちょっと地図見よう。ちょっと地図見ますね。やらかしたかもしれん。今俺は何の橋を渡ったんだ。あー、なるほど。なるほど。さっき説明したんですけど、ここを通って渡りますと言ったんですね。今僕はここを通ってこの橋を渡りました。なので戻ります。ちょっと待って。あー、やっちまった。こんな緩やかな上り坂をピタチ割り、やっちまった。ちょっと戻るわ。あー、くっそ。俺はなんてことを、なんて無駄な歩数を。戻ります。なんで俺地図アプリ見てる方が道間違えるんだ。コンパス見てて道合ってたのに。あー、やっちまった。なんで右に曲がろうとしたんだ。なんか大きい橋があるから合ってるだろうっていう、なんか謎の安心感があったんだよな。さて、戻ってきました。皆さん、あの地図を見るときはですね、絶対に方角を確かめましょう。真正面と右を間違えました、私。はい、鬼スズメ。あ、なるほど、鬼スズメ出てくるのか。どうしよう、超迷う。もしもし、鬼スズメ、レベルはいくつでしょう。2ですか。倒しましょう。はい、連続でお願いします。あ、さすがです。ありがとうございます。鬼スズメは今後は出てきたら倒してもらって、鬼スズメポッポコラッタ以外が出たらお願いします。無事草むらにたどり着けたようで何よりです。私は道を間違えました。私は間違えて違う橋を渡って今引き返してきました。はい、頑張ります。ではでは、お疲れ様です。はぁ、行きましょう。はい、ポケモンが。了解です。開けた場所に何が出たんだろう。もしもし、朗報。お、やった、ニトロンメス。よし、絶対捕まえましょう。電気ショックを一発お願いします。頼む頼む、耐えてくれ。レベル4だったら耐えると思う。お、あ、半分切ってるか切ってないかで言うとギリギリジャスト半分。あ、じゃあもう一発は打てないな、怖いな。モンスターボール投げましょう。お願いします。いけ、モンスターボールだ。ゲットしてくれ、頼む頼む。温存して、いけ、 A ボタン連打してください。いけ、頼む頼むぞ。くっそー、もう一発お願いします。もう一発お願いします。お願いします。マジで5勝ですから、仲間になってくれ、頼む。やったー。よーし、ありがとうございます。よーし、やー。ニックネームは候補とかってコメントで来てたりしますか。じゃあふくらはぎでお願いしていいですか。図鑑ナンバー29、ニドランメス、毒針ポケモン。高さ 0.4m、 重さ 7.0kg。 優しい性格で戦いは好まないが、小さな角からは毒が出るので要注意。よーし、心強い仲間ができました。レベル4ですよね。どうしよう、この後。はい、ではよろしくお願いします。いやー、やったぜ、ニドランメスゲットだ。 ありがとうございます、ポカリスゲット。よし、ちょっと飲みます。ニドランメスをゲットしたとはやっぱりポカリスエットだな。何の CM でもありません。ただ美味しかっただけです。さあ行きましょうか。ニドランメスもね、これから頑張ってレベル上げをしてくれるということなんで、ふくらはぎちゃんのこともね、よろしくお願いします。あ、レポート、そうですね、レポートお願いしたいですね。とうとうピカチュウさんが自発的にレポートを書いてくれるようになった。頼りになりすぎる。いやー、ニドランメスマジで嬉しいな。あれ、ここ、あー、ここから右から入ればあるのかな、歩道が。歩道あるか。ちょっと見てきますね。ちょっと入れなくない。歩道左側からしかないかな。ですよね。迂回します。いやー、ニドランゲットしたから、あとは理想はキャタピー、ピジョンあたりをゲットしたいところだけど、まあでも時矢の森行ってからでもいいのかな。それはでもレベル上げのタイミング逃すとな、厳しくなっちゃうんだよな、戦況的にな。今日はピカヤマとふくらはぎの2トップをひたすらレベル上げる感じかな。レベル上げて最後ライバルの疲労に勝って終わりたいな。そこまでいけるかわからんが。さて、
ここの十字路3回目なんだけど記憶へんの今日3度目の十字路です。ここいやー一番最初にここ渡りきってたらもうとっくに府中ついてんだけどな。道ちょっと予習しとこう。おお遠いな。おお遠いぞこれ今日時間までに終わんないかもしれない。やばい初日なのに日が暮れてきている日が暮れてきている空を見たくない。刻一刻とタイムリミットを実感させられる。いやーやばいな。ちょっとペース上げていかないといけないな。今度こそ正真正銘府中に入れるぞ。遠かった府中まで、府中までめちゃくちゃ時間かかった。多分30分ぐらいかかってると思う。7割俺のミスだ。もうあと3割は運だ。多摩川です。よく考えたらさっき多摩川って出てなかったんだもん。そこでおかしいって気づかなくちゃいけなかったんだよな。最初に渡った橋おかしいと思ったんだよ。ちょっとなんか多摩川ってこんな狭かったっけちょろちょろって流れてただけだったからさ、なんだあれこんなちっちゃかったっけ多摩川。スタッフさんも違和感には気づいていたようですあれなんか変だなっていう。ずっと坂だな。坂なのはおかしい。夕日です。すごく綺麗な綺麗だな綺麗な夕日だ。行きましょう。アニメのエンディングじゃないですか。だって映画まだオープニングなのに。友達がいましたちょっとなんかあれですね、たまたま友達がいましたね。まず自己紹介お願いします。ただのんていいます。踊ってみたらやってます。めちゃくちゃ地元を歩くっていうんで救援物資を届けに来ましたいやありがとうございます。今朝からずっと見てるよじゃあ橋2回渡りそびれたのも見てたし、あの橋は工事中だっていうの言ってあげればよかった分かんないってあれ。お疲れ様です。いやお疲れ様です。これをあげます。休息時間だ。おお足すっきりしたあこれはリアルに嬉しい。あゼナだ。いいんですかやった傷薬だ超嬉しいマジありがとうございますこれ、うん、いやてっきり根性って書いてあるストラップとか渡されるのかなと思ってそんなにひどくないいやありがとうございます。インターネットトツって面白いなって思って久々にやったこんなのリアルトツ。こんなリアルトツなんて10年ぶりぐらい。頑張ってくださいこれから。頑張ります。また土曜日に会えるの楽しみです会場でお会いしましょうイエイ、はい、オープニングもあるし俺は踊ってみたブースにもいるしなんで遊びに行きます。会議で会えるのを楽しみにしてます。幕張メッセで会いましょう。幕張メッセで会いましょう。ちなみにここをはい、はい、まっすぐ行った後に根岸病院っていう病院があって。めっちゃわかりやすい。 ありがとうございます。やったー。じゃあこれでもう迷わなくて済む。その代わりバカみたいに長いまあでもすごい長い。どのルート通っても多分バカみたいに長いと思うんで待ってね。お疲れ様です。はい。いやありがたいですね本当。元気出たな。ちょっと5分ほど休憩取っても大丈夫ですか。こちらで。再び出発したいと思います。やっぱ5分休むとだいぶ違うね。とりあえず5キロぐらい直進です。もうひたすらまっすぐ進むだけなので道に迷う心配もありません。ただ体力との戦い。ニドランどうなったんだろうテキストで確認しておきます。ポッポ相手にふくらはぎが苦戦したので途中でピカチュウに交換して乗り越えましたありがとうございます。ピカチュウです簡易的に今あの指示を出しました。国分寺市に少なくとも入るまではレベル上げをお願いしたいなと思います。ちょっと止まりますね。あもしもしお疲れ様です。ありがとうございます。あの起点を聞かせていただき。あ相当食らってますね。では
よろしくお願いします。はい、失礼します。よし、というわけでふくらはぎ着くまでじゃねえや、なんだっけ国分寺市に着くまではレベル上げをピカ山にお任せしております。ふくらはぎのレベルを7ぐらいまで上げといてくれるとありがたいんだけど、そんなうまくいかないよな。道路標識が見えてきましたね。なんかいろいろ書いてあるな。左立川、まっすぐ久我山、三鷹、府中街道、右側。あれ、そろそろ右に曲がるのかな。いや、まだだな、まだだいぶ先だなこれ。まだまだ直進は続く、続くったら続く。ここもまだ直進だよな。さすがに道間違えるわけにはいかないので、まだ先だ。もう一本先の大通りで右ですね。疲れてきたね疲れてきたね、シンプルに。こんな長時間歩いたこともないもんな、普通に考えてあと150歩ぐらいで3万歩ですか。あ、なるほど現時点で17キロ歩いてるそうです。やっぱいろいろ道迷ったからな、距離が加算されてんだよな自業自得、自業自得である。月が出てきましたよ皆さん、三日月が三日月が見守ってくれてる、ルナトーンが。今日プロフィール欄に新しく追加しようと思ったことは、嫌いなもの緩やかな上り坂っていうのと、もう一個が果てしない直線。心が折られますね。あ、この道をずっと行かなくちゃいけないんだ。ひたすら見えてるっていうのはまたなんか違う絶望感がありますね。ちょっと一旦確認します、どこまで来たかなと。だいぶ近づいたでしょう。相当直線歩いたぜ、だって。ここか。もうちょいまっすぐもうちょいまっすぐだなこれ。え、これマジでそうだよね。あれ、全く進んでない。あれ、そんなわけないよないや、ここだよな。なるほど、よし行きましょう。初日にしてあれですね、ポケモントレーナーというより修行僧のような顔つきになってきている気がします。ポケモントレーナーの目じゃないもんな今。さあ大通り出たぞ。え、ここじゃないか、さすがに曲がるところ。ここより奥なんてことあるか。いや、ここじゃないっぽい。あれ、おい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 、正気かい。ちょっと待って、え、ここじゃないの、さらに奥なの。待って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 、いや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 、そんなことないでしょう。あ、ここかな。いや違う、一本先だ、さらに先だ遠いよ。国分寺でフィニッシュという案も出ております。あー、なるほどなるほど、2時間半くらいかかりそうです。なるほど、ちょっとポカリ飲んでいいですか一回さすがに厳しいかこれ。国分寺まで一旦行って時間ちょっと見ましょうか。うん、時間との勝負でもあるのでまあでも今日行けなかったらその分の遅れを明日取り戻さないといけないので結果的に自分で自分の首を絞めてるっていうことにはなるんですけど、国分寺があと3キロ、まあ1時間かかんないぐらいですね国分寺だったら。まあとりあえず進みましょう、ちょっと歩いて考えましょう。いや難しい、難しいですよこれ。今日チェックポイント初日から失敗すると先が思いやられるけども、まあまず歩いてみましょう。ピカチュウ笑えなくなってきたな初日からこれだぜピカチュウこれあと7回やるんだぞ、おいどうする死んじゃうんじゃないかピカチュウこれは幕張メッセにたどり着けないんじゃないかピカチュウこれは。いや、これピカ山さんに相談すべきだろうな。現実の目標を下方修正させてもらって、で明日頑張るしかないな。明日明後日その辺りで取り戻すしかないかなこれは。ちょっと今日道に迷ったっていうのもあったからな。時間との戦いでございます。しかし上り坂、時間との戦いと言いつつ上り坂でございます。ちょっと調べます。
皆さん改めまして、現実の方の目的地をちょっと手前の小平市に設定し直します。そして、ゲームの方はですね、引き続きレベル上げをしてもらうんですけど、ヒカヤマがやられてしまいそうなので、傷薬を解禁してレベル上げのためにポケセンに戻るよりはそっちの方がいいと、傷薬をヒカヤマに使いながらふくらはぎとヒカヤマのレベル上げをしていきたいと思います。ではですね、残り3から4キロぐらいかな。とりあえずまっすぐ行って、まっすぐ行って右行って左ですね。行きましょう、ラストスパート。まさかだったら、なんか疲労とかよりも時間がたたると思わなかった。間に合わないんだね、普通にこのスピードって。歩くスピードって、なんかあれだ、過信してた、歩くスピード、頭の中で。そりゃでも歩き続けてたら歩くスピードも落ちるもんな。反省点ですね、今日のレポートに書こう。僕現実でもレポート書くので、ホテルでレポート書きます。人間はいっぱい歩くと疲れる。明日朝一でライバルとか倒したいな。明日取り戻したいな。ライバルでもライバルなんか倒すよりも、時矢の森で地道にレベル上げした方がいいのかな。国分寺市に今入りました。あれが国分寺市です。今日は町田、多摩、府中、そして国分寺市に今入りました。ここから国分寺市越えて小平市に入ったら終了です。どちらも上がるんだね、多分。下って上がるか、ただ上がるか。ただ上がった方がまだいいかな。うおー、登り坂だ。いや、もうこういう時は、こういう時はもう嫌なところを走った方が。よし、じゃあもう本当にもうすぐですね。はい、おい、ありがとうございます。頑張ってくださいって。お、あれ、幻聴じゃないよな、大丈夫だよな。今の幻聴だったらやばいですけど、ありがとうございます。本当に多分視聴者の方ですね、通りがかりで頑張ってくださいという声をかけていただきました。いや、幻聴じゃない、幻聴じゃない、ちゃんと聞こえたぞ。でもポッポ出ましたって幻聴が聞こえてたからね、昼間の時点で。あ、ふくらはぎレベル7になりましたか。あー、なるほど。そしたら PP 使い切ってもらってポケセンに戻るような感じでお願いしてもいいですか。トリガク貿易に着きましたね。三沢線でポケセンに戻る感じでお願いしたいですね。ここからもうすぐなんですよね。残り1キロです。最短行きます。あー、ピカヤマ、ピカヤマ大丈夫か。よしよし、じゃあ俺が手に持って連れてってやる。アニメの第1話みたいな。ピカチュウ大丈夫か。よし、ちゃんと手に持って連れてってやるからな。絶対小平市行くぞな。頑張れそうか。頑張れそうか。よし、ここあとまっすぐ行けば小平市です。ラスト、うおー、ラストじゃ、あと数百メートルでしょうか。さあ、もう着くぞ、もう着くぞ。ポケットモンスターレッツゴー幕張メッセ初日がもうすぐ終わるはずです。終わってくれ。もうこの辺りじゃないかな。あ、本当だ、目の前ですね。やった、看板あります。おお、やった。おー、20時2分ちょっとオーバーしましたけども、小平市がすぐそばにあります。やりました。
小平市、到着でございます。皆さん遅い時間までありがとうございます。ポケットモンスターレッツゴー幕張メッセ初日ですね。ちょっと、現実パートの方の目標を下方修正して、今日は小平市までやってきて、終了ということで、また明日から、引き続き進んでいきたいと思います。ゲームパートの方の進捗だけちょっとあのボイスチャットで、確認をして、今日は終わります。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。無事小平市に到着しました。あ、ふくらはぎレベル7、レベル8まで。お、バランスいいですね。HP3 なんですね。なるほど。こちらも HP3 でございます。ありがとうございます。初日とりあえずなんとかニドランを捕まえるという目標まで達成できて、東村山までもうちょいっていう場所までは来れたので、今日はここで終わって明日また、進んでいきたいなと思います。あ、そうですね、あの別の機械山担当の方が操作していただけるということでよろしくお願いします。よいしょ。とりあえず、遅い時間までありがとうございました。もう終了予定時刻過ぎてるので、今日はここまでということで、ポケットモンスターレッツゴー幕張メッセ初日がこれで終わりです。現在歩数とか距離とかって現実世界が38,625歩ですかね、はい、ゲーム内の歩数でいうと772歩、はい、なるほど、えぐい。えぐい。4万はやばいですね。また明日14時から、配信予定なので、ぜひぜひ見に来てください。それでは今日の配信はここまで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。4月23日、いよいよ冒険が始まり、今日学んだこと、たくさん歩くと疲れると、休憩はこまめに、それぐらいか、道はよく見よう、地図をよく見ること、無理しすぎない、後ろ向きな学びが多いな、無理しすぎない、よし、こんなもんか、よし、まああとは2日目から頑張るか、よし、風呂入ろう。バトルに自信ってあったりしますか？いろんなテキストチャットが来てまして、私ポケモンのゲーム実況しています。東村山市だ。私有給を取ってこの企画やっております。趣味でございます。不審者になっちゃうよ。小学校の横でピカチュウ電気ショックと連呼する中年男性が、電気ショックだ。俺はピカチュウとの電話に癒しを求めてるのかもしれない。もうここ埼玉県だったりする？周りが所沢一色になってまして。